あざはみ、あ、ギャラリーサーガマツホン。こんにちは。こんにちは。ナマスカ。ナマスカ。ようこそこのギャラリーへ。どうやってこのギャラリーにこの展示会があることを知りましたか？神戸新聞を見て、こちらへ来させていただきました。神戸新聞はこちらですか？はい、こちらの新聞を。この新聞は多くの人が読んでいる新聞ですか？はい、そうです。大体、神戸の市民、何人市民いますか？100万人以上います。政都市。政令政都市です。政令都市と言われる都市ですね、神戸は。浩二さんはネパールに興味がありますか？はい、美術に興味がありますか？美術にも興味があるし、ネパールのことも大好きです。あ、そうですか。はい、ネパールに行かれたことは？残念ながらないんです。でも、はい、ネパールの人々とお話しする機会はありますか？はい。実は夜間中学校に勤めていて、私の生徒にネパール人がいます。はい。だから、ちょっといろいろネパールのことを知りたくて。ぜひネパールの生徒、ネパールビデオケルブンチャリマークを得な、あるいは神戸の中学校はなり、マッデミックビデオレタイコ、ラーティコスクール、ナイトスクールコティチャルのドレイサ。じゃあネパールの学生にぜひ声かけて、この展示会に来ていただきたいですね。はい、そうですね。紹介します。例えば、レッサンフィリー。レッサンフィリー、はい、聞いたことがあります。レッサンフィリーで歌うことができますか？ちょっとだけ。歌えますか？じゃあ、いいですか？ネタですけど。レッサンフィリリー、レッサンフィリリー、俺が条件だならばじゃあ、レッサンフィリリー。いつなら、レッサンフィリリー、レッサンフィリリー。俺が条件だならばじゃあ、レッサンフィリリー。素晴らしいです。自分の名前をネパール語で言ってみてください。メラナ・イノクチ・ホー。子どもの頃から花が好きで、はい、ラリグラス。ラリグラス。ラリグラス、うちにたくさん植えてあります。だから、いつかネパールに行ってみたいです。ありがとうございます。ナマステ、ぜひ行きましょう。